この町は公式には26の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。アラースベルクは1800年からバイエルン領となるが1777年まではビッテルスバッハのノイブルクズルツバッハ公領に属していた。アラースベルクは資産次会による自治権と市場の開催権を有していた。 1689年から2006年までドイツで最も古い企業の一つであるヤーコップ・ギラルディはこの町にあった。この地域の人口は1970年6236人、1987年6898人、2000年7883人であった。第一首長ベルンハルト・ベッケラー、第二首長エドアルト・リール、第三首長ホルガー・グメルシュ。 道路、アラースベルクは、連邦アウトバーン A9 号に、同盟のインターチェンジからアクセス可能である。公共交通機関2006年に新しく開業した、アラースベルク駅に到着する、アラースベルクエクスプレス。ありがとうございます。